こんにちは、のりこチャンネルへようこそ。今回もご視聴ありがとうございます。今日はコミュニティダンスプロジェクト、シュリットマッフェというプロジェクトをこの間やったので、そのプロジェクトの紹介をしたいと思います。このプロジェクトはですね、この私がいるシアターベレフェルトの伝統的なあのプロジェクトの一部になってるんですけれども、劇場 と、市民の方々が、つながる場として、このプロジェクトが設けられています。1年に3回ほど違う形でプロジェクトをやるんですけれども、去年もできなかったんですけれども、今年も、シアターの中ではできないということで、外で何かできないかというプロジェクトのアイデアが上がりまして、今回ダンサーが4つのグループに分かれて2分ぐらいの、短い作品を作って、それをつなげて外で踊ろうっていうフラッシュモブな形で何かできないかということになりました。はい、私はアドリアンとハンポスのグループで今一生懸命リハーサルして、振り付けを作っているところです。リハーサル期間は確か2日あって、2日間で、振り付けを作り上げました。でその後すぐに、ビデオ撮影があって、そのビデオを YouTube に載せて、みんなが YouTube から自分で学ん振り付けを学んでという形で、いつもにはない新しいチャレンジとなりました。そしてこのグループ第2グループはコーラちゃん、アンドレア君、アレックス君の3人でやってます。みんな違う雰囲気の振りを作っていて、すごくいいなと思いました。作曲は、劇場でも働いている、クリスチャンっていう方にお願いして作曲してもらいました。どれもノリが良さそうで、素敵です。はい、第3グループ目は、アナちゃんと、エルビーラちゃんの、組になります。彼女たちは結構ハイテンポな、ミュージックだったので、リズム感がある動き振り付けに仕上がってて、踊ったら楽しそうでした。みんな短い間で試行錯誤して、作り上げてて素敵だなと思いました。楽しそうです。去年もコロナのせいで、このプロジェクトはできなくて、私はもう本当にコミュニティプロジェクト大好きなので、ずっとやりたくて、やっと今年できるということでとても嬉しいです。みんなノリノリですね。みんなこのあとすぐに、次の日かなとかにあのビデオ撮影があるので、その準備に追われています。振りを作って、振りを覚えて、でビデオでどのように説明するかっていうところまで、2日間の中でやっていきます。第4グループ目はトマゾーと、カーラのグループになります。一番最後の振りでもあるので、ダイナミックですごくいいアイディアのある振り付けを彼らはやってました。まあ練習時間がないので、あまり難しい体型とかは作れないんですけれども、彼らたちは、サークル円を使ったりとか、あと、ラインを使ったりして、グループを動かすような振り付けを、考えていて、実際に本番どんな形になるのかすごく楽しみです。やっぱグループに違っていろんな色が出ててすごくいいなと思いました。自分も覚えて踊りたいくらいです。It's like this also. Yeah. Also with that. Yeah. Yeah. So it's, like shorter behind the, you can.So, when we are in the circle, like we finish here, we made 2, 8.5, and then 4 people. Everyone is gonna choose by themselves. Okay. Phrasing.
the most. And then do a slow version. This is nice. And then four people is gonna do walking to it. And then the, when they finish to it, four more people. And the rest is just like staying in space. Oh, wow. And then everyone is gonna do the, what we did together. But it's nice, like, look like go back to memory, you know? Mm-hmm. And this is like a new world that you have to think about back, and then it's yeah. really nice. Tomazinho? It was the kind of Tina concept. Kind of Tina concept. はい。そしてそしてビデオの撮影当日になりました。ハンポスは残念ながらいないんですけれども、私とアドリアンで、撮影をしていきます。私は結構緊張していましたが、いろいろちゃんと話し合って準備万端なので、楽しみです。では本番スタートです。ドイツ語を話さなきゃいけないので緊張してます。出だしはうまくいったがストップ。Damn it! It was so nice. It was perfect. 私は手振りが多いので、手振りがマイクに触ってしまって、ノイズを出してしまいましたので、もう一回やり直しになりました。撮影は結構スムーズに進んで、準備していたので、とてもすぐいい形に終わりました。はい、終わりです。撮影終了です。 My God, you're amazing! ということで、本番の日がやってまいりました。快晴です。この前にも、1回グループ1回ずつ Zoom ミーティングというのを設けて、1時間30分かなで Zoom ミーティングを行って、その中で、振り付けの確認と質問コーナーというのを設けてやりました。家で覚えなきゃいけないの大変なんですけれども、みんなすごく覚えてて、もうこの日初めて、ライブでみんなに会って踊りをチェックしたんですけど、みんなすごいよく覚えてて素晴らしいと思いました。1回目の投資はもうパーフェクトに近いぐらいで、あとはタイミングとグループ分けがあったので、その確認と、あとは、細かいクオリティのチェックをして、何回かランスルーをしました。How is it going? It's good. It's good? Yeah. They're really good. You're getting like brownish. I have cream. So. You have cream? Have brownish. Cream. That's why you're brown, you're not red. If you don't have cream, then you'll be red. Yeah. So nice, sunny. Yeah. They are so flighty. What are you doing there? Taking the shade. Oh, this is super cool, huh? No?How are you? Good. Yeah, we did a great job. Yes, we did. They did even better. You guys are okay? Yeah. The sun? Yeah, it's hot. Yeah? It's hot. Yeah. How are you? Very good, very happy, but it's very warm. I got burned. But I'm, the most important thing I can tell you, I'm happy. I see a lot of happy faces. Yeah, that's true. That's very good. I miss this for many, many months.
最後のチェックをしています。ドイツ語わかんないけど、うん、赤ちゃんドイツ語で頑張ってます。みんなで合同で最終的な振りの確認と位置の確認をしているところです。きちんと人と人との感覚を保つようにして、そしてルールも守って、プロジェクト自体市の許可を得て行っているものになります。快晴のお天気で本当に暑かったです。私も、結構ちゃんと考えてなくてクリーム塗ってなかったので後で真っ赤になりましたこれほど焼けると思ってなかったんですけれども、まあクリーム塗らなかったのが、はい、ダメでした。でもすごく気持ちよかったです。ずっと外にねいたら暑いんですけど、もうダンス日和って言っていうぐらいもう最高でした。でみんなの笑顔が本当に楽しそうで、もうやっぱり嬉しかったです。2年近くシュリットマッハはできてなかったので、本当に嬉しかったです。みんなもすごく楽しそうで、それが一番でした。この機会をいただけて本当に良かったです。次の年は、大きなステージでまた、みんなと作品を作って、できるように願うしかないですね。コロナよどっか行け。いかがだったでしょうか。少しだけ、私たちのやっているプロジェクトの、紹介をいたしました。このプロジェクトは本当にシアターにとっても、ダンサーにとってもとても大切なプロジェクトです。私も大好きなプロジェクトの一つで、毎年楽しみに、しています。今回は、いつもと違う外での作品発表となりましたが、 みんなで協力し合ってこういう素晴らしい機会を共有できたことはとても良かったなと思っています。この動画を見て、感想がありましたらコメントいただけると嬉しいです。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。このビデオがいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。では次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。